皆さんこんにちは、キスケです。今回ですね、ドラゴンボールレジェンズ実況始めていくんですけども、超時空ガチャ、アップデートを終了いたしましたということで、まあ、今回のアップデートなんかね、今までのアップデートと全然違ってて、アップデート中もねログインできるんですよね。ログインしてストーリーモードとかやったらプレイできると、結構ね改善されてきてる。しかもしっかりと15時までっていう時間内でね終わってるっていうね。まあ、結構、最近のアップデートだと延長してしまったりとかねよくあったんですけども、それが改善されてると素晴らしいですね。はい、ということで、ガチャ見ていきましょう。これですよね。はい、ということで今からちょっとねキャラ性能を見ていこうかなと思うんですけども、下のテロップで何分何十秒からガチャ、引くよっていうのが多分出てると思うので、ガチャ動画だけ見たい人はそこまで飛ばしていただけると嬉しいです。はい、それでは注目キャラクター見ていきましょう。ゴテンクス、紫なんですよね。はい、で射撃タイプと、だからまあスーパーサイジン2のご飯とちょっと被っちゃうかなとは思います。はい、で戦闘力33万、体力58万、まあ、ちょっと最近のキャラの中では少なめかな。で射撃が6万1000、これは高いねで射撃2枚と、で混血サイヤ人、スーパーサイヤ人、合体戦士、フュージョンということで、まあ、ゴジータと相性がいいのかな。ゴジータと、混血サイヤ人パーティーとの相性が良さそうですね。はい、ギャラティカドーナツということで、ヒット時敵にバニッシングゲージ回復速度 50% ダウンを付与すると、これなかなか強いですね。あ、コスト60なんや、でかいな。コスト60か、でかいな。でこれね、これがね相当強いと思う。木の解放ということで、まあ、1回目は必殺アーツの威力を 50% アップ、もうこれだけでも相当強いんですけど、2回目、100% アッププラス 70% で気絶させると、これはねほぼ気絶しますよ。これだから相当強いんちゃうかなと。確実に1体持っていける分ぐらいの力は持ってるんちゃうかなっていう感じですね。で究極アーツ持ち、スーパーゴースト、神風アタックということで、麻痺を 40% の確率で付与すると、結構相手の動きを封じてくる、まあ攻撃が多いかな。でこの世から消えちまえということで、まあ、究極アーツをドローすると、で Z アビリティ、合体戦士の射撃攻撃力を 20% アップということで、まあ、こちらゴジータと合わせると結構強いのかなとは思います。はい、挑発、場に出るたび自身の気力回復速度を 50% アップで、敵から攻撃を受けると、この効果がなくなってしまうと。これ相当強いね。バトル開始から20カウントの間射撃ダメージが 40% アップということで、まあ、相手のパーティーにゴテンクスがいると、まあほぼゴテンクスから出てくるんちゃうかなっていうレベルのユニークアビリティですね。相当強い。はい、でお次魔人ブー、無邪気ということで、こいつ緑でしたね、赤色だと思ってたけど、体力が60万、ぼちぼち、で打撃も射撃もまあぼちぼちかなっていう、高いわけではないですね。で打撃と射撃をバランスよく持ってきて、吸収と再生、まあ、もちろん再生タグは持ってますね。はい、フレームシャワーブレス、はい、これあれですね、17号とかジャネンバと一緒で、まあ、避けづらいアーツですね。ただ最近の PVP、まあ、アップデート終わってからプレイしてないのでわからないんですけど、結構最速入力してもなんかね当てれない場合があるんですよねそれがちょっとよくわかんないんで、それが改善されると、まあ、この範囲必殺技は結構強いで、爆破ダメージ 20% の打撃ダメージ 20% の能力低下を与えると、はい、怒っちゃったもんっていうのが引いてくるんですけども、これですよね、これも強い。だからカバーチェンジでダメージカットが発動するような効果を特殊アーツで発動することができると、これは強いね。メインアビリティ、味方の体力を 20% 回復、もうこれ完全にピッコロみたいなもんですよね。はい、
で、それプラス能力低下を解除と。で、Z アビリティ、再生の基礎射撃防御力を 22% アップ。まあ、これも強いね。すごい耐久力のあるパーティーになりそう。で、威圧。これも強いんですよね。これも強い。場に出た時、敵全体に後退禁止の効果を与えると。5カウントの間。だからまあ、バーダックのメインアビリティみたいなもんですよね。それが、2回まで発動すると。で、柔らかボディ、敵の攻撃終了後、受けたダメージの 10% を回復するっていうことで、これも素ですよね。例えば16号やったら、カバーチェンジを発動させた時だと 50% 回復するんですけども、こいつはもう盤面にいる限りずっと発動してるので、これも相当強い。めっちゃ粘り強い。だからね、体力が60万って書いてあるんですけど、相当持ちますよね。これはね、再生パーティーが相当強いことになるんじゃないかなと思ってます。はい、お次。はい、ダーブラね。こいつ青色なんですね。完全に見た目から紫やなと思ってたんですけど。体力57万。で、射撃がまあまあまあ高いかなっていう。で、これね、射撃アーツになんか麻痺の能力がついてると、これ結構強いよね。で、タグはなし。タグがないんですよね。で、特殊アーツも持ってくると。瞑想。自身の気力を 30% 回復。被ダメージを 10% カットと。これもなんかブーと一緒ですね。コンボ終了までこの子が適用すると。ブーは 15% でしたね。自身の特殊アーツのコストが 10% アップすると。はい。で、これ。ヒット時、敵に 30% の確率で麻痺がつくと。メインアビリティ。能力低下の発生を3回無効。なるほど。自分以外の味方に能力低下の発生を1回無効の状態にすると。だから気絶とか、麻痺とか、まあ、そういうあたりを1回解除できるんですね。はい。Z アビリティ。Z アビリティがちょっと弱いんですよね。ブルーの基礎打撃と射撃攻撃力を 22% アップと。ちょっと Z アビリティがいまいち。で、タグもないんで、どのパーティーに入れようってなりますよね。まあ、援護タイプなんで、基本的にどのパーティーに入れても活躍してくれるかなとは思います。ユニークアビリティ。場に出るたびに相手の手札を1枚封印するってことで、これ相当強いね。これも結構強い。ただ発動回数は2回と。で、根血多サイヤ人に対して射撃ダメージが 40% アップ。まあ、これ神コロで、神コロみたいなもんですよね。根血キラーみたいなことで使われることがあるんじゃないでしょうか。ということで、まあ、これ以外もにね、エクストリームのキャラとか、ヒーローのキャラとかも実装されてるんですけども、まあ、それ見とったら、キリないんでね、早速、ガチャ、引いていこうかなと思います。はい。今回はですね、前回のゴジータのガチャが結構すんなり終わっちゃったので、7700個余ってるので、まあ、マックスで70連回していこうかなと思います。はい。まあ、個人的に欲しいのはゴテンクスとブー。この2体が出れば、まあ、十分かなっていう感じですね。ということで、早速、ガチャ回していこうかなと思うんですけども、よろしければチャンネル登録、高評価、ぜひともよろしくお願いいたします。Twitter のリンク概要欄に貼ってるんで、よろしければフォローもお願いいたします。それでは連続ガチャ、早速回していく。行ってきましょうか。いやー、楽しみ。魔人ブーが採用されたことによって、再生パーティーが相当エグいことになると思うんですよね。微妙やな。頼むぜ。ヒーローにもね、新キャラクターいるんでね。さあ、エクストリーム、パンちゃん、ヒーロー、セル。いや、ブーが欲しい。スパーキング以外いらない、正直。まあ、エクストリームも強いと思うけど、正直最初のガチャはスパーキングだけを狙っていきたい。エクストリーム、キャベツ、ちょっとしょっぱいですね。新キャラクターゼロと。これは悲しい。パンちゃんが闇に星が上がっていく。あ、でもこれ、あ、そんな嬉しくないな。じゃ早速20連目いってみましょう。
まあゴジータのね、ガチャがね結構楽だったんで大丈夫かなとは思うんですけど、ただちょっとしょっぱいな。いや演出がちょっときつい。超時空ガチャ大丈夫か。あ、負けちゃってるよ。ベジータ来い、ベジータ。バカたれー。ベジータは忙しい。ベジータガチャ引いてる、もしかして、フリーザか。エクストリームチャオス。あ、フリーザいいねんけどフリーザいいねんけど、いやーこれはしょっぱいな。ナッパ亀仙人エクストリームラディッツ。いやおいおい、新キャラクターゼロって大丈夫これ。20連してエクストリームもヒーローの新キャラクターも出えへんってやばくないこれ。うわやばいやばいやばい。うん、まあまあまあ、スーパーサイヤ人になったのはよろしい。赤文字ダメじゃー、これはやばいおい、スパーキング1回も出えへんってやばくない。いやしょっぺーよ、しょっぺーしょっぺー、レモンみたいにしょっぺーよマジで。これはやばい。エクストリーム、これも新キャラクターじゃないんですよね。いや新キャラクター1体も出えへんねんけど、やばくねこれあ、俺ガチャ間違えてるこれガチャ間違えてる、もしかして。大丈夫、焦ってくんねんけど。さすがに間違えてないよなこれ。ちょっと待てよこれだよな、これだよな、合ってるよな。新キャラクター1体も出えへんってやばいでしょ。やばい。うん、はいはい、いくぜ。お、赤文字スーパーサイヤ人になって赤文字、まあぼちぼち勝てへんか、総裁か微妙やな。フロスト、エクストリーム、アロハじゃねえよマジでフリーザ、いやーちょっとやばくないこれ。大丈夫これ、ガチャ間違えてんのかなと思うんだけど。え、もう40連してんやろこれ。40連でスパーキングゼロで、しかも新キャラクターゼロ、これ大丈夫これ、どういう確率これやばいねんけどマジで。ローディング挟んでいく、赤背景何も浮かんでこない。スーパーサイヤ人に昇格していく、打ち勝て、相打ち。いやー大文字かー、これスパーキング出えへん可能性あんな全然。やばい、ベジータ、おい嘘だろ、亀仙人。あーこれですね、新キャラクターヒーローでなんとスーパーサイヤ人となった孫悟空が出てしまったと。スーパーサイヤ人のあれが知れますね、そこが。さあエクストリーム、トランクス、うん、これも新キャラクターですね、クリリン。いやヒーローのさ新キャラクターいらないんですけど。エクストリーム、おいスパーキング1体も出へんねん50連で、マジで言ってんのこれ。これどうなってんのこれ、やばすぎやろさすがに。ダウンロード挟んでいく、おタオパイパイですね、タオパイパイ。これでスパーキングは確定かな。はい頼むぜ金文字。さあスパーキングは確定しましたね。でダウンロード挟んだんで、これは新キャラクターであってほしい。頼むぜスパーキング、よしよし。まあでも魔人ブーって最悪変えるんでねまあ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 、これは旧大点。いやこれ大爆死っていうレベルじゃないぞこれマジで。スパーキング1体か、昇格しろ昇格、ダメみたい。いやダメか、しょっぺー、しょっぱ、これはなかなかしょっぱいぞマジで。うわラストやねんけど
マジンブーだけ70連してスパーキング1体、はい、ローディングなし、あ、ドラゴンボールが輝いている、しかしダウンロードがない、つまり新キャラクターのスパーキングではなさそうですね。これ終わってんじゃねえマジで。元気玉グーン、いけー、ズドーン。いや、ダウンロードあったらめっちゃ激アツやってんけどな。うわ、元気玉の演出久しぶりに見たわマジで。2回目、スパーキング、あ、お前か、フリーザ、お前か。いや、これはしょっぺーよマジで、これはしょっぱいマジで。うーわうわうわうわ終わってますねいや、さすがにダメでしょこれ。マジンブードカーン、星さんと。いうわけで今回のガチャ70連した結果、マジンブーしか出なかったと。うん、これ最悪の結末ですねうわマジかよ、しょっぱすぎだろ。エクストリームの新キャラも一体出てないし、お疲れ様でしたバイバイ。 Thank you.